どうも、はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、東京電力、まあ、福島原子力発電所のですね、はい、事故の問題というのが非常に大きな問題で、まあ、今もくすぶって続いているわけですけれども、政府のいろいろ報告書とか、東電の報告書とか、まあ、中間報告ですけど出てますね。まあ、その中で国会にその原発事故の調査委員会を作ると。いう動きが、まあ、去年ありまして、で去年の年末にできたということで、先生も早速この国会原発事故調査委員会立法府からの挑戦状という過激なタイトルの本を出版されていまして、どういう経緯でできたか、まあ、この中に書いてあるわけですけども、まあ、今日はですね、ぜひそのなぜ国会にこの事故調を作るっていうことが必要だったんだというふうに思われたのかとかですね、あとはこの、実際に国会に作るというプロセスでどういう点に一番苦労されたのかとか、まあ、その辺の裏話も含めてですね、ちょっとお話をいただければと思うんですが、そもそも なぜその国会に、この事故調査必要なのかというところが今一つまだ国民分からないと思うんですが、いかがでしょうか。これまで日本っていうのはいろいろ、まあ、日本だけに限らず国家っていうのは必ずどっかでいろんな失敗をするわけですね。でその失敗をどう、まあ、総括をして教訓を引き出して次に生かしていくかっていうことを日本というのはあんまりやってこなかったんですね。で裏返してみると、実はその失敗をしている主体は誰かというと、国家といってもこの国家というものがあるわけじゃなくて、やっぱり行政府か立法府か司法府か、あるいは国民かと。で国民だけはもう失敗するということも、まあ、あんまりないので、まあ、国民が暴動を起こすとかそういうことはあるかもわかんないけども、まあ、そうなると今までの国家としての失敗というのは基本的には政府、行政府、これが失敗しているわけですね。でこれをちゃんと検証して反省をして、教訓を引き出して次に生かすということをやってこなかった。それは行政府が物事を仕切ってきて、で今回の事故もですね、原発の事故も実は政府がいろいろ対応に失敗をしたということと、政府が監督をして免許を与えて監督をしている先が失敗をしている、この両方の意味でやっぱり政府の失敗なんですね。でそうなると政府が検証委員会を作って自ら反省するのは結構ですけども、それが本当の真実をですね、全部洗い出すかっていうと、そうじゃないんじゃないかと普通はまあ思うわけですね。失敗した当事者が自分で検証したところで 100% やるわけじゃないだろうと。でそうなるとやはりここは、行政府じゃない立法府が、あの国家としての失敗、つまり政府の失敗をですね、徹底検証して、政府は光を当てない部分にも光を当てて、で光を当てる武器も与えて、つまり調査権、法律で与えて、はい、それでなおかつこっちからその政府から独立をして、でなおかつあの東電からも独立をして、で、まあ、政治もいろんな思惑がありますから政治からも独立をした、そういう、まあ、委員会を作らないといけないというのが基本的な発想です。なるほど、はい、あれですね、お話を伺っていると、僕たちがその教科書で習ってきたですね、まあ、三権分立、まあ、その、まあ、大元、そもそも制度としてそういうふうになってるじゃないかっていう感じもするんですけれども、つまりこの 三権がですね、それぞれに牽制し合うというのが、まあ、そもそもその日本のガバナンスの仕組みのですね、根幹にあるんじゃないかと思うんですけど、それはともすると機能してなかったということを逆に言うと、いや、これは私も、まあ、18年余り国会にいて初めてのこういう試みをするというのはちょっと、まあ、恥ずかしい部分もあるわけですけども、しかし、まあ、遅すぎることはないということで、今回初めてのね、憲政史上初めての試みとして、国会の中にこういうものを作ったわけであってですね、それはなぜかというと、実はさっき言ったようにこの行政がですね、ほとんど、まあ、この国は仕切ってきた。で立法府のやることも、あるいは立法府の職員に行政府から入ってたりですね、そんなこともあるぐらいこの審別がきちっと三権でされてないというのが日本の国家の実態だったんですね。でその実態があるゆえに、実はあらゆるところが行政によって仕切られていると。で失敗しても行政の失敗で、行政がこの原因等々については検証したような顔をするけど、例えば、まあ、薬害エイズの問題、でこれは、まあ、裁判は起きてるけども、政府の中できっちりしたものが行われたこともないし、立法府もやらなかった、はい、まあバブル誰が作ったんだと、あそこまでやったのは誰だという原因を、まあ、突き
詰めていくということも政府もやらなかったし立法もやらなかった。それをまあですから初めて今回民間の専門家の皆さんに集まってもらって独立性を与えてやる。アメリカの人なんかと話すとインベスティゲーションという言葉で言うだけではなくてインディペンデントインベスティゲーションコミュニティ独立検証委員会というふうに言うとですね、この独立っていうことに非常にみんな敏感に反応してこれが一番大事だよねというふうに言われるんですけども、その独立性を持ってやる三権分立の、 発想が実は今まで日本は一権支配行政府の支配でやってきたということが、続いてきちゃって今回初めて、その三権のうちの本当は国権の最高機関と呼ばれている立法府が実はこんなことやってなかったってアメリカなんかいっぱいやってるわけですけどね。イギリスもイラク戦争の時は、はい、有識者に、検証してもらったそういう委員会を設けてやりましたね。そうですか。憲政史上初めてっていうのは、はい、全くですか明治以来初めての試みということで初めてだと思いますね。で、みんなやっぱり評価するのは民間の人たち国会議員がやるのは当たり前ですから、はい、そういう意味での行政のチェックは当然行政監視委員会とかあるわけですけど、うん、民間の人に頼むというところが法律でもって、調査権も与えて、はい、そういう形でやるのは初めてだということですね。なるほど。あれですね、そういう意味では国会のそのいろんな審議を聞いているとですね、大体その行政といいますか、その政府ですね、うん、政府の代表である大臣に対して、うん、国会議員というのは野党を中心にただ文句を言って罵詈雑言を見せてるだけっていうのはですね、うん、特に菅さんの、ね、やめろ菅やめろの頃は非常にピークに達してると思うんですがその意味ではですね、そのようやく国会が、うん、なんですか自分たちの手足を持って、政府がやってることをちゃんとチェックしていくというある意味その道具立てができたということでしょうか。そうですね、その試みを初めてやっていると、うん、だからなかなかいろんな問題がですね、あって苦労しているわけです、うん、今の委員の先生方も苦労されていると思いますけども、はい、でもやっぱりこういう体制を整えて、調査能力、はい、あるいは法律の執行能力、うん、こういうものも必要だということがよく分かったですね、うん、なるほどね。独立性って先ほど話しました、はい、独立性というのはなかなか非常に難しいと思うんですが、例えばその政府にも当然事故調査委員会がありますね、ええ、政府の事故調査委員会っていうのは政府が任命した委員会なのでそもそも独立性が怪しいと、そういうことでしょうか、うん、一応彼らもですね、はい、完全独立でやってますと言ってますが、はい、今お話があったように任命されるのはされたのは菅総理なんですね。菅総理が菅総理の失敗を検証してくださいと言ってるもんだから、それはそれで潔しとして評価していいんだけども、しかし本当にそれが全部海を出し切るかっていうと多分そうじゃないんだろうなとみんな思ってるし世界もそう思ってるんですね、うんうん、だから待ってるのは世界の人たちで、はい、国内だけじゃなくて世界の人たちもなぜこんなにひどい事故になっちゃったのかと、うんうん、なぜこれだけ被害が広がるのを放置したのかということをみんな結論を待ってるわけですね。だから全てはこの調査をきっちりとやって、はい、その中からじゃあ今後どうするんだっていう話を引き出さなきゃいけない、はい、いきなり脱原発とかいろんなこと言ってますけども、うん、それはやっぱりちょっとあまり科学的じゃないですよね、うん、感情的になってよくないと思います。そうですね、アメリカなんかではその3マイルの時にもやはり同じような独立した委員会を別途作ったという話ですけど、はい、あれはアメリカの原子力規制委員会 NRC というところが、はい、自らもちろん第三者委員会に頼んで検証してるんですけども、うん、これ自体が失敗をした。でこれは実は任命を行政からやってるんですけども、はい、実はこれは独立性があって、はい、議会によって作られたものということになってですね、はい、だから地方政府の長たる大統領がここの失敗を検証するためにそれとここが監督していた電力会社、はい、その2つを検証するために、大統領命令でケメニーというダートマスという大学の学長さんをお願いして委員会を12名で作ったということですよね。だからここもまた独立性があってここの人たちの失敗あるいはこの電力会社の失敗を行政府がチェックするという格好なんですね。なるほど。今度は逆ですけど、そこはちょっと日本と逆だったんですね。行政をやってるんですけども、この行政の仕組み NRC という委員会を作ったのは議会で、で大統領は中身についてはですね口を出せないと
いう独立性を持たせてるわけです、うん、なるほど。それはあの公取みたいなもんですよ。なるほど、なるほど。じゃあもともと議会がやってた独立性のあるところが失敗したんだから、それは大統領直轄のところでチェックをして、ね、検証しましょうと、まあ、ちょっと日本と今逆のパターンになってるんですね、うん、はい、なるほど。あの今回、その政府の、方でも、まあ、中間報告出てきてますけども、政府 の、 その委員会というのもなかなか独立性を保つといっても、まあ、先ほどおっしゃったように任命権者は総理だったりとか、ね、そうですね。あと事務局の問題もあるんですかね。事務局は全部霞が関の役員ですね。なるほど。41人いますけども、うん、でその後ろには全部オール霞が関がついてるはずです。なるほど。だからあの中間報告もいろいろな批判をされてますけれども、まあそもそも官邸や政治の意思決定がどう影響して、どう、まあ、ネガティブな影響を持たせたのかとかね、それから東電の責任についてもかなり甘い評価ですよね。だからそういうところにちゃんと我々はあのここの新しい国会の委員会に大いなる期待をしてですね、そういう政府では避けて通るところをちゃんと光を当てて、本当の、まあ、真実は何なのかということを明らかにしてもらって、あと政策をどうするかは我々国会議員が後でこの報告を受けて決めるということですから、もう客観的にどうなんだということをはっきり言って、そこからの政策提言をしてもらうということです。このできたその国会の自己調査委員会というのはかなり独立性を意識されて、その政府から独立しているというだけではなくて、国会議員の影響力も排除しようということなんですか。そうなんです。ですから、まあ、直接禁止することはなかなか憲法上難しいということになってですね、どうしたかっていうと、接触をした場合には議長にその内容を報告しなさいという形で、事実上、まあ、あの抑止力を持って接触を規制しているという格好なんですね。委員会自体は民間の人で、そうです。で事務局も自分で、はい、あの委員の方が連れてくる人と、あとは、まあ、あの委員長が用意する事務局ですから、ここには霞が関の役人は一人も入らない。あ、そうなんですか。ゼロです。で国会の職員が若干いますけども、なるほど。あとはもう全部民間の人たちが、まあ、あの事務局を担うと。これも、まあ、全体未聞ですね、日本ではね。なるほど。逆に言うとその国会の国会でその、霞が関の官僚がいないってことはそれであれですか、うん、機能するんですか。その段取りをしたり会議のお膳立てをしたりっていうのは、うん、まあ、国のその委員会の、まあ、上等手段といったら失礼ですけど、まあ、普通ですよね。いやだからこれはもう初めての試みとして成功させないと、国会の方は威信にも関わる、今後の行政と立法府の関係にも大きな影響を与える、はい、ここでうまくいかないということになれば行政府が多分高く食ってですね、いろんなことを、まあ、言ってみればあの自分たちでやってしまうということになっちゃうので、こっちのチェック機能が足りないということになるので、はい、だからその事務局をどうやるかって確かにおっしゃるように大変難しいこと、初めての試みで、今事務局の方々苦労してますけども、はい、もう毎晩あの深夜までやってもらってます、なるほど、あの委員長は黒川さん、はいはい、先生ですね、まあ、黒川先生っていうのは、まあ、どうして黒川先生がいいという感じになったんでしょうか。我々あの委員長に求められる資質、はい、それからあと委員としてどういう分野に精通している人が必要かというのを、まあ、分けてですね、はい、それで今回人選しました。で委員長についてはやはりあの科学的な分析に慣れていらっしゃる方、はい、ということで今回黒川先生は医学ですけども、はい、お医者さんですけども、科学の件についてはあの安倍内閣の時にも官邸で、まあ、アドバイザー的な役割を果たしていただいてましたから、まあ、そういう科学的な分析ができる、はい、もう一つは、発信力がある、うん、だから公平公正な判断できる、はい、それともう一つはあの海外のね国際的な視野を持っておられて、そういう発信の中にはその海外への発信もね、つまり世界中やっぱりもう固唾を飲んで見てるわけですから、うん、なんでこんなひどいことになったんだというのそれをあのやれるような、まあ、そういう資質を期待をして、まあ、黒川先生は、まあ、日本学術会議の議長でしたっけ、会長さん、まあ、会長さんでした、はい、もなさってましたけど、ダボス会議にもよく行かれていて、国際的にも非常にこう顔の広いというか、つながりの深い先生ですね。そうですね、だからあの今回事故直後からアメリカやフランスから、はい、いろいろね応援をもらってましたけど、はい、まあ、言ってみればそういうところに対してきちっと、まあお返しをするというね、それがこの調査活動
だろうと思うんですね。なるほど、そうですね。それぞれのやっぱり原発政策がかかってますから、はい、フランスといえども、まあ、原発を減らそうということを、はい、確か社会党ですかね、はい、打ち出しているというふうに聞いてますから。そうですね、なるほど。まあ、大きく影響するわけですね、日本の。そうですね。まあ、一種事故の調査の結論と、うん、ね、その日本の今後の対応というのは、はい、まあ、国際社会にもかなり影響を与えると。と思いますね。そうですね。あの、委員のメンバーというのは、まあ、見ますと、原発自身の専門家というのはあまりいない、入っていないという感じがするんですが、そこは意図的なんでしょうか。そこはですね、はい、ケメニ委員会の時も12人いる中の1人だけ原子力工学の人が来て、あと全部違う分野の専門家か、はい、行政とかビジネスとか弁護士とかそういう人たちなんですね、はい、我々もですね、12人の委員の中のまあせいぜい1人ぐらいだろうなっていうので進んでました。なるほど。ですから、まあ、今回は原子力工学の人は1人、はい、ということで、あの、むしろさっき申し上げたように科学的な分析に慣れている人が必要なので、はい、その他の分野で慣れている人たち、まあ、ノーベル賞の田中浩一さんを含め、はい、あの、お願いをしていますし、スタッフとそれからもう一つの仕組みとしては参与っていうのを置けることになってます、うん、で、これに、あの、やっぱり科学者 でここにはやっぱり原子力工学の専門家は一人ぐらいはやっぱりいた方がいいんじゃないかということを、まあ、我々は考えていて、まあ、近々あの参与が任命されると思うんですね。その参与の皆さんも自分の調査スタッフを連れてくるということで、調査活動をみんなでやるということになっています。 E の中にはその、地元の方もいらっしゃるようですね。そうです、あの、大熊町っていう1号から4号までの原発がある町ですけど、これは今、役場ごと全部会津若松に避難をされてますけども、その商工会長で八塚さんというお花屋さんですけども、うん、あの、その方に入ってもらってます。大変、あの、明快なお話をされていて、あの、注目をされていると思うんですね、はい、やっぱり、あの、他の9人の委員には全くない、うん、この方から聞かないとこの委員会はですね、わからない、その被災者、まさに被災者、それも今までは原発に依存して生活をしてきた人たちの、まあ、商工の会長さんですから、はい、うん、なかなか複雑な問題で、はい、あの、どう伝え聞くところによると、賠償の東電からいただいているのも10万円ぐらいしかまだ累積でもらってないとかですね、いろんな実態があるので、そういうことを踏まえた上でこの原因究明に当たってもらうということですね。やっぱりその一番辛い思いをされている現場に近いところの声をきちっと吸い上げるというのは、ある意味、まあ、当たり前のことなんですけど、なかなか今まで国の仕組みではできなかったところだという感じがしますね。あの、政府の方はですね、はい、確か町長さんが一人入ってますけども、はい、被災地のね、ですけどやっぱり、あの、こういう一般の、ね、方の声、はい、まあ、特にこれ女性の委員になってもらいましたから、はい、非常に、あの、迫力がある、うん、まあ、活動をしていただけるんじゃないかと思いますね、はい、そうですね。あの、ちょっと国会の方に戻したいんですけど、この委員会ができるのはかなりちょっと吸った問題もあったようですが、はい、最終的には全党一致、この方が通ったということですね。はじめ、あの、通常国会の時には民主党の中にやっぱり強い反対があってですね、はい、なかなかうまくいかなくて、結局安住さんが一筆、次期臨時国会で成案を売るっていう一筆を書いて、はい、この中に入ってますけど、はい、それで、まあ、かろうじて、ね、あの、野田さんに総理が変わって、はい、あの、議員運営委員会の一人事に松野さんが陥落して、はい、彼がかなり、あの、党内をまとめてくれて、そのおかげで、まあ、民主党も賛成に回って、うん、で、まあ、もちろん、あの、修正を少ししてですね、はい、で、全党一致で、全会派一致で、はい、通した。で、委員についても全会派一致で通ったんですね、うん、だから、まあ、これは稀有なことですね、うん、そうですね、はい、いや、この本を読ませていただいたんですけども、中読むと、例えば共産党とか社民党の方の、その、うん、発言がですね、国と全て書かれているんですが、かなり、あの、最初の段階では非常に難色を示したのが、まあ、すごい急激にこう、やっぱりこう、なんですか、国会としてまとまってこういうものをやらなきゃいけないということに、非常に理解を急速に深めていくというプロセスが、僕は一番面白いなと思って読んでいたんです。そうですね、はい、あの、最初はやはり共産党の皆さんとか、えっていう感じがあったんですけども、だんだんやっぱり、その、なんていうか、何が本質的に達成されなきゃいけないかみたいなことを
説明しているうちにだん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 ね、うん、まあ、これいいんじゃないかっていうんで、まあ、最後だからそれでみんな賛成してくださって、そうですね、そういうのはやっぱり国会の在り方とか国会の役割というのを非常に大きく変えていこうという一つの何ていうんですかね、意思がある意味こう結集されたという、うん、そうですね、あの民主党が前あの日本版ガオ法案っていうのを出したことがあって、うん、行政を常時国会に置くこの日本版ガオっていうのは、ガオって何ですか、あの、要するに行政評価をする、はあ、アメリカの、まあ、組織ですけどね、どで、それを民間人にやらせるということですよね。GAO とか。GAO。で、昔は、うん、あのガバメントアカウンティング、オフィスだったのが、はい、今はガバメントアカウンタビリティオフィスに変わってまして、政府の説明責任を、問うという形になってるんですね。財政のお金の問題だけじゃなくて、アカウンタビリティなんで、説明責任全部ある。そうですね。そうです。そういうことです。だから行政をチェックするということで、で実はまあそれは廃案になっちゃってるんですけども、はい、今回これができたので、まあ言ってみればそういうことができるよねっていうことが証明されたわけです。ですからここに権能を与えて、で前回は実はちょっと国政調査権よりもさらに強い権限を与えようとした法案だったんで、これ憲法違反じゃないかっていうんで潰れましたけど、はい、今回はその国政調査権についてはかなり、ね、その範囲内に収めると、うん、ですから以下というよりは未満、はい、国政調査権未満の権限を民間の人たちには与えると、うん、いうことで整理をしたんです、はい、だからそうなるとその整理であればですね、はい、肝心な時だけ国政調査権は国会議員が行使すれば役割分担してるんですけども、はい、そういう形であればかなり行政をちゃんとチェックできるかもかな、そうすると常時スタッフがいなきゃいけない、うん、そういうスタッフが今までいたことないんですね、うん、霞が関の役人に負けないだけのスタッフを置くと、はい、この新しい日本の政治風土文化を作っていく一つのきっかけになるということだと私は思うんですね。そうするとですね、その国会の今回のこの事故の原因調査の、まあ、委員会ですから、これは6ヶ月間で解散するんでしたっけ、その委員会ですか、まあ、法律自体は1年で、はいはい、ですけど、まあ、半年以内に、おおむね半年で、はい、調査結果を出してくださいということになってます。そういうことですね。まあ、そういう意味ではその期間が区切られた組織なわけですけど、この次のステップは、これがもし成功すれば、そういう権能を国会に持たせるというのが、うん、ある意味常態化してくる、そうなんですね、きっかけになるかもしれない。だからあとはその過半数の人たちが賛成するものであればできるようになったんじゃないかっていうのが、この、はい、言ってみればブレイクスルーを作ったこの法律だと思うんですね。そうですね、まあ、今回全会一致なわけですから、そういう意味では、うん、まあ、みんなこう意見をすり合わせられれば、これは恒常的なそういう国会の機能として、そうですね、今回この法律については国会議員の多くの方々が、はい、やはり行政を国会ある立法府がちゃんとチェックをするという仕組みを作ったというところをやっぱり皆さん同意してくれてるんだろうと思いますね。なるほど、まあ、そういう意味ではですね、この国会原発事故調査委員会がどれだけ成果を上げるかと、いうことだと思いますが、まあ、この間あたりも1回目2回目の委員会が開かれて、ぼそぼそいろいろなこう成果が出ているようなふうにも感じてるんですが、例えばそのスピーディーですね、そのデータがもともとあったにもかかわらず国民に知らせなかったじゃないかというのは非常に大きな問題になってるんですが、この間の委員会では文部省の人たちが、いや、あれはデータはアメリカ軍には先に渡してたということを言っててですね、なぜこの国民には知らせてなかったものがその外国政府にはいてたのかという、まあある意味一つの突破口が徐々にこう開いてきているような、そうですね、はい、やはり縦割り行政になってましてね、はい、文科省でもつまり原子力、まあ、放射能のね、はい、規制については文科省になってるっていう、うん、そういう変な整理をやってきた、うん、だから今度はその機能を一元化するということですけど、うん、我々は原子力安全庁ではおかしいと、うん、まず第一に必ずしも全部その放射能規制、それから補償措置、はい、そういうものが映ってないんですね、うんうん、スピーディーも全部が映ってるわけじゃなくて、はい、最後の使う部分だけなんて他の日常的なやつについてまだ文科省に残るんです、はい、こういういい加減な中途半端なことをやっているのが今の政府案と聞いているので、はい、我々は対案を出して参上委員会で独立性を持たせてやるぞって、それに必要な機能は全部集めると、なるほど、それでパワフルな規制機関を設けようというふうに考えてますね。またですね、その参上委員会で独立性を高めた規制機関を作るというと、
これまたあの霞が関が一番嫌がることです。いやいや、もうだからこれからまた戦いを戦いやらなきゃいけないと思ってます。わかりました。どうも、はい、ありがとうございました。また、はい、経緯がいろいろ進んでいくと思いますので、はい、そのことにお話を伺えると思います。はい、よろしくお願いします。